ベンチのあの男、プレミアナンバーワンミッドフィルダーになってしまう。フラーフェンベルフ、今季プレミアミッドフィルダー部門採点ランキングでぶっちぎり1位を記録、失点、データ無理。22歳でこの実力、信じられないくらい良い選手だし、おかげで大金を節約できたよ。ライアンはまだ22歳で、この調子で成長を続ければ、シーズン終了時には1億ポンドの守備的ミッドフィルダーになっているかもしれない。さらに、カーティスが守備的な役割で実力を発揮し、常に頼りになる遠藤が第3のオプションとして控えているから、次メンディが獲得できなくても問題ない。最高のパフォーマンスを出しただけでなく、2番目のカイセドを大幅に上回っているよ。フラーフェンベルフはもはやロドリ級になっている。ロドリを超えたなんて傲慢なことは言うつもりはないけど、瞬間最高風速で言えば今のジローはロドリと並ぶ、それくらい神がかってる。本当にフラーフェンベルフの覚醒はアメージング。預けたら剥がしてくれちゃう。相手の矢印を認知するのが早くてうまい。ジローとカイセドのやり合い良かったわ。まさか本当に覚醒するとは。スロット&コーチ陣恐るべし。というかジローのポテンシャルが末恐ろしい。はい、証明されたね。フラーフェンベルフは強豪にも通じるし、スロットは名将。カイセドはプレミアトップクラスのアンカーだし、アーセナルはキモい。ジローが良くなりすぎててびっくりするわ。昨シーズンまで限りなく放出候補だったろうに、間違いなくこれはスロットの功績。カイセド、ヤディア、遠藤、フラーフェンベルフ、誰をとっても正解だったという。